あれ、あんた昨日は食材切りと畑を耕してたよな。それにしちゃ随分と裾が綺麗だが。よく気づいたな、ヤゲン。確かに昨日は不本意ながら畑仕事を行い、衣服は土で汚れ切ってしまった。だがしかし、俺は鶴の名を背負う刀剣男子。紅以外で染まってもめでたくも何もないだろう。そこで俺は鶴よろしく、中を覗くなと言い残して部屋にこもり、汚れども残らず撃退したわけだ。ああ、つまり入念に洗ったってことか。まあそうとも言うな。しかし意外とマメなんだな、鶴丸は。土汚れを落とすのなんざ割と大変だろう。あ誰しも意外性の一つや二つは持ち合わせているもんだ。なあ、俺にも汚れをよく落とす秘訣を教えてくれ。出陣後の洗濯でたびたび手こずってんだ。おお、俺の技には相当な技術を要するんだ。だからそう簡単には真似できないだろう。悪いな、ヤゲ。ああ、分かった。鶴丸のやつ急に態度が変わった。こりゃ匂うな。なあ鶴丸、あんた着物の洗濯を自分でやってたわけじゃなかったんだな。お前どこでそれを。12に聞いたよ。12やら食材切りやら手先の器用なやつにたびたび洗濯を任せてるってな。まったく、なんであの時正直に言わなかったんだ。俺相手に変な見え張っても意味がないと思うぜ。見栄を張るつもりはなかったんだがな。お前が褒めてくれるもんだから嬉しくなってついな。おいおい、俺のせいなのか。まあ褒められて舞い上がる気持ちはわかるけどな。でだ、真実が明らかになったついでに折り入って俺から頼みがあるんだが。おっと、あんたの考えはお見通しだぜ。悪いが俺は不器用なんだな。衣服の白さは自分で守ってくれよ。